こんにちは、土田です、えー、今回は前回やりました IoT 実践編、えー、光センサーの値を AD コンバーターで数値に置き換えてということの、えー、応用編ということで、えー、トイレの使用時間をカウントしていくということをプログラムしていきたいと思います別にトイレでなくてもいいんですけども使う時は、えー、明るく使わない時は暗く、えー、するところであれば どこでも構いません。プログラムなんですけども、こちらです。前回使いました SPI 通信というものを使いまして、AD コンバーターの値をラズベリーパイで読み取っております。実際読み取る関数がこちらですね。DEF の READADC ということで、関数を用意してあります。はい。で、今回ですね。 LED を1つつけておりまして GPIO の19に LED をつけております使用中は明かりをつけて使用してない時は明かりを消すというようなことをしておりますリミット500という設定をしておりましてこの値に対してですね読み取った明るさの数値が大きければ明るいと判断いたします はいえー、あとですね、明るくなってから一応5秒、例えば間違ってスイッチ入れたりとかいうこともあると思います。一応5秒間明るいままであれば、使用を開始したとみなして、えー、カウントをいたします。えー、暗くなった時点で、えー、使用が終わった時間と、それから何秒経ったかを表示するということになっています。えー、そのあたりはここですね。えー、リード ADC で、 明るさを読み取りましてそれをここ IfLimit よりも大きいかどうかの判断でそれぞれ処理をしておりますはいじゃあ実際やってみますねじゃあ実行しますはいまず最初明るくなっておりますので LED がつきました で、スタート時間ということで、えー、20時17分24秒と出てますね。じゃあ暗くしてみます。手で折って暗くしますと、はい。えー、使用が終了したということで、エンド。えー、17分44秒。で20、20秒ですね。20秒使っていたということで、そこに出てきます。えー、じゃあ手を離します。 手を離しまして明るくなってから5秒経ってからスタート時間が出てきます。で、これは一応ですね、スタートした時間、手で隠した時間から開始いたします。はい、17分58秒ということで出てきております。LED が今ついてますね。使用中ですよということでついております。しばらく経ちましたらまた手で覆ってみます。 手で覆いますと暗くなりますんで「使用が終わりました」「18分28秒30秒使っていた」というのが出てきます、はい、このようにですねスタート時間と終了時間スタート時間エンド時間というものを測定しましてその経過時間何秒使ってましたということを出すことができます。 使用状況の確認ということになりますけども、まあ、いろんなところにこれ応用が効くと思います。そうですね。まあ、いろいろトイレだけじゃなくて、例えば冷蔵庫ですね。冷蔵庫を閉めると暗くなります。開けると明るくなります。それによって、いつ冷蔵庫が開いたかとかですね。そんなこともできると思います。はい、あとプログラムとしては明るさだけでなくて、 いろんなもの,のです、ね、値、えー、基準値を設定しましてそれ以上だったらスタートそれ以下になったらエンドということで経過時間を測定することもできますので、えー、このプログラムの流れというのはいろんなところに活用できると思います、はいえー、では光センサー、AD コンバーターを使ったものの、えー、応用の演習ということで今日はやってみました以上です